若松兼重は、日本の政治家、公認会計士、税理士、行政書士、公明党所属の参議院議員、参議院総務委員長、若松公認会計事務所代表、参議院災害対策特別委員長、衆議院議員、復興副大臣、総務副大臣、NPO 法人、行政再生理事長などを歴任、公認会計士初の国会議員、 福島県石川郡石川町生まれ。1978年3月、中央大学小学部2部を卒業。1978年11月、有限責任監査法人東末に入社。1983年より、シアトル、翌年よりロンドンに赴任。1988年、ロンドン事務所、国際投資コンサルタント部に配属となり。 1990年よりサンフランシスコに赴任。1992年退社。1993年の第40回衆議院議員総選挙級埼玉国に公明党から出馬し、初当選。1996年の第41回衆議院議員総選挙埼玉6区では新進党から出馬し、2期目の当選を果たす。 1999年7月、政治家事務所としては初めて ISO 認証を取得。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、民主党の新人、大島厚氏に2342票差で敗れるが、比例北関東ブロックで復活当選した。2002年、第1次、小泉内閣と改造内閣で、総務副大臣を務め、三位一体の改革の 原案を作成する2003年の第43回衆議院議員総選挙で落選。2005年の第44回衆議院議員総選挙で比例東北ブロックに単独立候補するが落選。公認会計士事,事務所を東京都港区新橋に開設する。2009年第45回衆議院議員総選挙の比例東北ブロック公明党公認候補となる。 公認会計士事務所郡山市に移転。2009年、第45回衆議院議員総選挙の比例党北ブロックで名簿順位2位となるが落選。2012年、公明党から第23回参議院議員通常選挙の比例代表候補に公認された。2013年7月、第23回参議院議員通常選挙に、 公明党公認の比例代表候補として出馬し、参議院議員選挙で初当選。10年ぶりに国政に復帰した。2015年10月、第3次安倍第一次改造内閣にて復興副大臣に就任。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙では、党の規約では、任期中に69歳を超える場合は公認しないと、あるが、 当時63歳11ヶ月で特例で公認されて立候補した。2019年10月参議院総務委員長に就任。ありがとうございます。